イエーイレディお前に会いたかったっつー。あら兄弟、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 イエーイ。どうも、僕たちがレディーです、ね、どうも、どうもレディーです。どうも、レディーです。かわいいやん。かわいい。誰ですか、誰ですか。今日僕たちはレイ君っていうバースデーの営業ボニー、はい、バースデー盛り上がりましたね。めちゃめちゃね、清掃でバースショーなんで今日ね、今日みんなバシッとしてますね。バシッとバシッとしてるね。ビストバシッと、ビストバシッと、はいはいはい。あれ、このカラスって新人くん、これ新人ですか。そう、新人賞ナンバーワンだよ。2級3000円2級3000円。安い。ブラックですね。安め、よろしく。じゃあ名前、源氏名はよろしく、ワン。おまんちょ太郎です。おまんちょ太郎。はい、新人の新人のおまんちょ太郎です。はい、始まりましたね。おい、見て、お前、見て、見て、お前、仕事できない、お前邪魔。首、首、首、お前、ちょっとだろ、首でーす。首でーす。ナイス、サンキュー。はい、ということでね、カラスなんかいらねえんだ。いや今日はね、僕らでやっていくんで、皆さんよろしくお願いします。イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ。はい、ということでね、新人どこ行きます。新人ごめん、待ってね。はい、ということで、今日何しますかね。特にネタはありません。特にないですよね。はい、まあ今日もね、リスナーのみんなと楽しくね、楽しい時間を過ごしていきたいと思うので、はい、イエイ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 、バシバシコメント拾ってくんで、よろしくお願いします。イエイイエイイエイ。カラス営業、カラス営業、どんな営業だろう。もうわしづかみしてます。めっちゃ握りしめる。肩つかまってるもん。へぇー、おいぜー、おい、おレイヤ君かっこいい、来てますね。よいけね、レイヤ君かっこいい、かっこいい、かっこいいね。はい、オッケー。まあでもね、レイヤさんなんでかっこいいの当たり前です。そうですね、はい、でもコメントありがとうございます。最高だろ。はい、あ、全然、はい、ナイス。あ、ナイス、ナイスショット、ナイスショット。縛いちゃうぜー、縛かれちゃってるぜー。はい、ということでね、なぜカラスなんか、そこにカラスがそこにいたわ。そこにカラスがいたから、うん、それしかない理由は。それしかない、ね、いや、ほんとカラスリアルなんですよね、これね。本物じゃないかっていう、逆にほんと捕まえてきたんじゃないかなぐらいの目つき悪い。カラス怖っ。ガチだ。いや、めちゃくちゃガチだ。なんか怖いですけど、なんか怖い、怖いっすね。怖め。よろしくな。よろしく。殺されるかもしれないし、煽られるかもしれない。危ないですね。これヘルプついてもらえますかね、これね。つけましょう。ね、はい、はい、ネタ、はい、何ですか、今日は。はい、ということで、じゃあまずね、まあ、自己紹介だけしますかね、とりあえずね。紹介。はい。乾杯する。じゃあまず乾杯します。じゃあ、麦飲んでね。じゃあ、まずは、そうですね。じゃあ、今日見てくれる、すべての人たちに乾杯。乾杯。イエーイ。イエーイ。カラス。はい、KPKP、 あ、優しい、優しいお味。はい、というわけで、
まあ一応ね、知ってる方も知らない方もいると思うんで、一応自己紹介の方だけやっていきますか。よっ、はい、よっ、じゃあとりあえず、じゃあ今日ね、MC 務めさせていただきます。どうも、こうです。イエーイ。こうさんだ。はい、こうさんです。こうさんです。はい、こうさん、こうさん、おーまんちょ、はい、じゃあお次はね、じゃあゆかさんね、知る人ぞ知る知らん伝説、ここに来たる。おね、もう割れて グラスのね、破片に飛び込んじゃって、この傷見て、この傷、うわ、グロ。え、なんか、え、なんか、なんか北斗の剣みたいな、なんかね、北斗の剣に割れてね、グラスにダイブしたからできました。動脈切って2週間店休みました。おやすみ、バイバーイ。バイバイしちゃダメ。一条龍河です。はい、行きましょー。はい、はい、今日初めてメガネでやらせてもらう篠野美久です。お願いします。イエーイ。イエーイ。どうも、はじめまして。はじめましてじゃないかと思いますけども、石木レイヤーです。お、イケメン、よろしくお願いします。イエーイ。イエーイ。まあ、とりあえず会いに来てちょうだい。おお、君のハートにロックオン。ひょいひょい、カラスになりたい、カラスになりたい、カラスになりたいんですか。あ、そう、あ、そう、あ、そう、カラスがちっこ、これ、これからますますカラスになりたいんですか、これね。引き肉にしちゃおうぞ、お前。引き肉カラスが包茎、包茎カラス。首ゲロラゲってますけどね。どこのお店の人なの。これ誰、誰、どこ。俺壊したらちゃんと弁償してるんで。これ他店、他店さんなんですかね、これね。そうね、持ってきたら多分他店だろうね。そうっすね。まあね。はい、ということで、グラスに、グラスにダイブ。え、これ何の話ですかね、これね。グラスネームよくわかんないけど、気づいたら傷ができちゃったっていう。昔飲み行ってね、あなたのために知らないうちにね。それいつだかのあれですか、営業後の飲み、ね、飲み話ですよね。そこは俺らがヒーロー時代だよ。歌広場で朝8時ぐらいか、長かったっすね、そこは。ああ、そうですね。でワクワクしちゃいすぎてね。あれ、忘年会、去年の忘年会の帰りですかね。忘年会の帰りかな。違う、おい、NG コメント4月ぐらい。ここに出すな、 NG コメントバカ野郎。ただ飲みたいっすか、普通飲みたい。お、どういう状況になったの。リュータが酔っ払ってジョッキ割っちゃって、はい、僕がね、床に破片がバラバラにありましたね。うわーなったんだね。したら上半身裸のリュータがその割れた破片にダイブしたから。やっほーっつって、いきなりダイブしましたからね。やばいよ。それ記憶あん。記憶はございません。記憶のはございません。その後病院で暴れたんですよ。暴れました。その後そっからみんなで大久保病院に運びました。大久保病院にみんなで行って、そして大久保病院 の、 あのおばちゃんナースに怒られたって、ね、めっちゃ怒られたからね。あんたたちうるさいわ。怒ってきたら記憶ないから、おばちゃんにもやかってたから邪魔邪魔やつやかったからね。タッチ悪い。そしてそれタッチ悪いわ。あれしっけ、数数ミリちょっとこうかすってる場所がちょっと悪かったら死んでたし、ね、もう死んでましたね。はい、もう死ぬ。助けて皆さん。そしてカラス、カラスありがとうございます。カラス、カカカッよーよ、カラス。自由だね。相変わらずの自由だね。僕たちに向けてのコメント応募してるんでお願いしますね。はい、いやー、僕ら結構飲みましたね今日ね。飲みました。やばいっす。今日シャンパンしか飲んでないんじゃないですか、みんな。そうね。ね、もうシャンパンがビジュアルか。あーね、本当にビジュアルかね。広い時間行こう。MC コラス、うん、リシャールね、美味しいですからね。そうね。ちなみにどうですか、ホストってこんな感じなんですねって来てますけど、そこのとこリュウカさんどうですか。逆にどういう感じだろうって話だよね。あーそうだね、なんか、なんかみんな逆にホストを知る前のホストってどういう感じのイメージだったんですかね、これね。そうね、ホストのイメージ、ホストといえばイメージね、あるものね。うん、ちげえ、食べ物だね。食べ物だね。楽しかったねえ。いや、楽しかったっすね。楽しかったね。もっとガチガチかっこいい感じなのかと思う。俺ヤバめ、それヤバいっすね。それはヤバめ。じゃあもう君はもう二度と行かないほうがいい。もっとかっこつけてるかと思ってた。あー、なるほどね。あー、なるほどね。あー、そういうこと。だって意外と、なんすかね、なんかカラスも逆さずにカラスはもう宙に舞いますし。そんなにそんなにカッコつけてない人が多いんですかね。どうなんですかね、やっぱり。チャランポラン多くない？
じゃあ、なんか、まあ、どうちょっとね、なんか、まあ、そんなんだ君だよ君ですか。でも今、お前だろ何の脱現段階で一番コメント数多いのは、カラスですね。はい、そうだね。俺らカラスサンキューガラス、これどこの子なんすかね、これね。知らねえな、カズノコねえ。カズノコ店長でお願いします。ガラスもらってます。カズノコ店長でお願いします。カズノコ、カズノコねえ。もう急にちょっと僕らザコ扱いされちゃいましたけどね、ほんとね。あー、ザコだって俺迷惑映画でザコって書いてある、大丈夫。イエーイ、ザコイエーイ、ザコイエーイ。いや、まあザコじゃあ、ザコな感じで頑張りますかね。はい、ザコはザコとして仲良くしようよ。ザコはザコで、カズノコ。じゃあ、カズノコな感じで頑張ります。店長ちょんちょんちょんって。ここ酸素薄いっていう、標高 3000m、 暑いし、空気薄いし、酸素 NG コメント。誰が殺すの、さすが NG コメントって言われてるね。ありがとう、NG コメント。はい、その一言がコメントには変わりない。俺らの勇気につながる。ありがとうございます、本当にね。まあ、そんなね、逆線低い笑い。正解。大正解。まあね、まあこんな感じでいつもやってるんですけどね。そうね。まあそんなとびきり面白い人ってうちいないですからね。いないよ。ぶっちゃけ、ぶっちゃけね。とびきりおもろい人なの。いつもこんなじ、こんな感じだっけ。いつもこう、あ、ね、こうな感じ、触んない触んない。やばい、これはとびきりそれは面白いっていねえわ、それそりゃいねえわ。でもみんなあれじゃないですか、女の子の前でも同じ感じじゃないですか。こんな感じじゃないですか。そうだね、こんな感じで。学校なんかつけねえよ。まあちょっとねえ、深夜3時にクラスを振り回すイケメン。よいしょ。なかなかいない。なかなかそんなイケメンいないんだよ、ほんとね。見ないね。ね、お、最強最高。おぉ、最強最高。お、龍河くんの軽めゼリフを321。はいよ。お金大好き。まあ、まんこまんこ。はいよ。すみませんでした。まあこんな店なんでよろしくお願いします。こんな、こんなお店じゃない。こんなお店じゃないよ。もっと担当してるよ。ゲス、ゲスで言われてるで。ゲスでございます。ゲスやろ。すみませんでした。ゲスです。ちょっとね。もっとゲスで欲しいです。ゲスは。いやでもね、ザコからゲスにちょっとレベルアップしたんですよ。あ、昇格したってことですね。これは祝昇格。待って、じゃあ俺らまだザコのまま。まだザコなんだね。俺らあったりザコのまんまじゃん。ペンギンに見えてきた。お、ペンギン、ペンギンって誰ですかね。ペンギンね。ゲスの方が上なのって来てますけどね、これね。ゲスの極み。やばいやばい、やばい、これやばい、これヤバめだよ。いやまあでもね、下ネタ嫌いって人もいるみたいですけど、でも僕らも下ネタもねぶっ込んでくんで。むしろ下ネタ喋ってるのか思ったことないけどね。芸術だから。ぶっちゃけね、リュウガさんからしたらね、リュウガさんからしたら、まあ下ネタはね、下ネタは下ネタだって思ってるやつが下ネタだから。あの、下ネタ、なんだっけ、下ネタ嫌い、え、お金のネタばっかって言ってるじゃん。いやそれはさ、お前のネタ喋りたいよね。だからここじゃ喋れないから、とりあえずお店来わ。そこねー、よいしょい、そういうこと。お前のネタを喋りたいから。てかさ、やっぱね、下ネタ苦手ならこの番組見れないよって。どんだけみんな下ネタ、そんなめちゃめちゃ下ネタ番組だって。そんな下番組でしたっけ、アイレディ。深夜3時は何でも OK じゃねえの。でもこの時間、時間が時間っすからね。時間が時間だやっぱね、ゴールデンタイムだな。ね、ちょっとカラス君もね、女の子にもガンガン下ネタ話すの。みんなもやっぱりデブは抱けないのとか多いよね。そんなんね、関係、関係ありません。え、しかもこれみんなってこれ誰、誰ですか、みんなってこれね。特定してないからね。わかりません。よくわからない。デブ、デブ笑ってきてますよ。デブ。痩せたはいいや。え、でもデブの人って痩せたらよくないですか。ね。ズバッと毒舌で言った。ズバッと毒舌で言ったね。ね、君もなんか投げやりのセリフです。え、だって痩せれないわけじゃないんでね。うん、エーナル軍団です。エーナル軍団です。エーナル軍団、これこの間の放送じゃないですかね、これ。君のエーナルに乾杯。よいしょ。いや、あの前回の放送で、なんかあったっけ、うち、あの代表と、マリアさんと、あ、そうか、氷河さんが出た回で、ね、キャスチャーで、初回のお客さんね、キャスチャーで、
アナルが好きなんですかみたいな言ったら初回無料みたいなね。はい、何それ。エーナルの極みいいね。そのセリフ好きだ。多分それ氷河くんが言ってた。そんなこと言ってたんすか。言ってましたね。いやでも 人それぞれですからね、好み。人それぞれです、ね、逆に言ったらガリガリ抱けないみたいな子もいるんじゃないですか。あるある。逆にね、そりゃあるだろうよ。ガリガリはね、好みの女それ人それぞれなんだね。まあちなみに MC こう選手の場合は僕ですか。はいはい。いやーどうなんすかね。まあさまざまね、いろんな人がいますけど、どういう人が入るかなといえばね。まあでもやっぱ一番はね、まあ誰その君。僕の一番はクラス。君大好き君。あーなんだかわいい。やめましょうか。やめましょうか。え、ちなみにこの番組ってノーギャラでやってるんですか。来てますけど。そうですね、この時間、まあ別に出たからといって給料発生するわけじゃないんでね。ノーギャラです。はい。はい。まあ全然楽しくやろうかなと思ってね。はい、プライベートでやってます。そうですね、絶賛放送中。金額で抱いてデブに夢与えよう。これ誰ですか。ホストですかね、これね。女の子ですか。女の子の意見じゃないね、これね。ねえ、金額で抱いてデブに。どうなんすかね。お、真ん中かっこいい。お、この人ですか。ね、この人もじゃない。僕じゃないですね、多分。あ、うん。うわ。ね、まあまったり系な感じでね。はい。まったりー。まったり初め。まったり初め。まったり初め。あ、レイさん帰ってきました。あ、おかえりなさい、ね。今日初め多かったですね。今日初めだね。今日初めは。ね、カラスって氷好きなんだね、これね。そうね。熱いらしいよ。主食。うん。体重に金額入れるって、これ体重ネタだいぶ続きますね、これね。誰がもうやめよう。もういいじゃん、体重ネタもうやめようか。いいよ、やめようとだね、別にデブだろうがね、何でもいいからろうが、とりあえず店に来れば大丈夫だよ。ね、とりあえず見て、あ、ナンバーワン誰。ナンバーワンは、あ、誰だ。この方です。まあ、よっ。12月だけ。よっ、ナンバーワン、一匹ナンバーワン、12月だけなんです。ホスト怖いです。来ても、でも怖くないですよね。怖くないですよ、全然ね。多分怖いって言ってる子は来たことがない子なんですね。まあ、ってナンバーワンが言ってるってことは間違いないですからね。そうですね、やっぱり。僕思いますよ。お、でも僕らやっぱ常にやっぱ打撃で接客してるんで。ああ、そうですね、そこはね、やっぱそこは、はい、そこはね。まあ、彼氏彼女がそういうの抜きで、はい、やっぱ接客してますから。常にね、常に心意気で。いや、いいこと言いますね。はい、そうそう、やっぱね、ナンバーワンの、みんな聞いた。ナンバーワンの格言、ね、あ、はい、やっぱすごいわって、テレビで誰かが言ってた。はい、すいませんでした。ね、いやまあそこんとこどうすか、ミキさん。聞いてなかったですよ、絶対ね。いや、すげえ聞いてた。絶対、だってしかも、カメラカカは飛んでないよ。カは飛んでない。カは飛んだことありません。そうだね、あれだね。ちなみに、ナンバーワンになるのは大変でしたか。まあ、このお店入って2年目でやっとって感じですね。あ、じゃあ、いろいろやっぱ苦労もあったんですかね。ありましたね、やっぱりね。え、じゃあ、この店に入って一番のなんか苦労話みたいな。あ、聞きたいですね。ね、なんかあります、苦労話。まあなんか苦労話でもなんかちょっとね、こういろいろ、なんだこれ大変だったなとか、これ辛かったなとか、いろいろ。せっかくなんでね、せっかく聞きたいっていう。なんだ、なんかあったっけ。めっちゃこんなだったよ。いっぱいあるけどなんか出てこないよね。それがなんかね、ちょっとこうこんなトラブルもありましたけど今こうなってますみたいなとかあります。いや、あるけど言っていいのかな。あー、結構ディープなやつですか。やばいね、あんま言ったらやばい。トークはあるけど。まあ言える範囲で。言える範囲、言える。まあそこなのは言える。そこそこね。ガチやってみて。金じゃないよ。金はないよ。 NG コメント結構ディープっすか。え、俺、はい、まあ、言った方がいいのかな。あんまりちょっと言いづらいな、これ。あ、じゃあまあちょっと待って、まあこれとまあちょっと言いづらいんで、お店来たら教えてあげるね。そこは優しくね、興味があるんで。うん、そうそう、ちょっと、ね、ごめんね、つまんないよね今の。いやでもこれ
見てね、興味持ってくれた方はね、俺入れよ。あ、じゃあもうエミさんどうすか。ミクさん俺坊主にされました。これマジだね。僕これどういうことっすか。入店入る前だね。入店する前に僕ボコボコの坊主にされて、ここそれ言っていいの大丈夫なの。ちなみにね、あの誤解招きと悪いんで、あのゼログループに入る前のお店での出来事です。 うちのグループに入る前の出来事で、だからこいつカツラだったからね。そう、面接はカツラ。ガチでガチでガチ、ビッグビッグビッグかぶって、ビッグかぶって面接して、ハットかぶって営業してた。神田ビルまで爆弾とかじゃないね、やられたね。そう、やられたの。なんかただやめるって言っただけなのに、はい、お前は正座しろみたいな言われて、はい、はめられた部分もあるよね。そうで、なんかやめ、お前どうしたいのみたいな言われて、はい、やめますって言った瞬間にボコボコです。やばいっすね。やばいっすね。それだって爆弾したわけでもなく、なく、そう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 、えぐいよ。いやー、やっぱね、ちょっとどこの店とは言えないですけど、まあその店はまあ、言えないし、もう今なくなってるから、まあ、そうなんですね。そうまあね、そんな店にいたんです。いや、グループでもない、グループもなかった、本当に。まあ、ちょっとね、働く黒話俺あるわ。お行きましょう。行っちゃいましょう。19の時に初めて歌舞伎町来てホストやった時に、はい、なんか適当にホスホス見て、名前に憧れ、名前で決めたお店があって、はい、そこに入って、日給3000円ぐらいで、そう、生活すらやばい。もう月収で言ったら3万ぐらいそれけどやばいっすよ。で、寮入ってて、はい、寮の電気とかガスも全部止まらない、お金も寮止まるってやばいっすよ。やばい。で、上の人払ってくんない、それを。んー、だからタバコとかも吸うんだけど、落ちてるタバコとか吸ってたから。キャッチとか。そんな時代があったんすね。あったあった。へ、あと外でキャッチ行ってこい、お前らって言われて、キャッチ出て、はい、飯食えねえから女の子に声かけて、はい、ごめん、ご飯おごってくんない、お店どうですかって、はい、初回3000円なんですけどって、お店行かない、はい、じゃあ、あのご飯おごってくださいみたいな。それで3回ぐらい食わしてもらったね。そういうのもあった。あ、もう本当にホスト始めたての、ホスト始めたての時。で、3ヶ月で俺は飛んだ。ちなみに怒ってくれたんですか、これは。怒ってくれました、吉野家。あ、吉野家一番すごくて焼肉。おー、すごいですね、うん、これマジ。へー、すいません、そういう時代がありました。いや、ね、若い時やっぱそんなことがありました。まさに原始人来ますね。まさに原始人。あの頃は原始時代でしょ。ライターすらなかったからね。借りてたよね。すいません、ライター借りていいですか。いやでもね、火起こしはしてねえよ。さすがに火起こしはね、してないです。 ありましたね。もう今はそういう店ないだろうけど。まあそうっすよね。俺が来た時はあったような感じ。歌舞伎町来た時は。いやでもなんか今のホストと昔のホスト違いますからね。ちょっと違う、ね、今昔は本当にバチバチの肉食系っていうかね。うん、やばかったな。怖かった。危ないっすね。そこもやっぱ暴力戦だったね、やっぱ。やっぱあるとこであるんですね。俺は別にやられてないけど、やっぱ他のやつはボコボコにされてたよね。いや怖いっすね。やばいやばい、血まみれだったもん。危ないわ。最近はでももうないっすからね。ないっすね。いやね、いやでもまあそれがあって、まあ、今なわけですからね。そうっすね。まあそういう辛いこともあって、まあナンバー取れたっていうこともあるんでね。ありましたね、ほんと。やっぱ苦労なしにね、成功はつかめないってことでね。はい、はい、そうみんな苦労していきますか。苦労して、ね、はいはい、苦労しましたということで。ということで、龍河さんなんかありますか。龍河くんはあるの。俺はホストやって、なんかこれ辛かったなとか、これなんか、あ、ね、やっぱりあのホスト見ていけないって、初めてやった時に、はい、もう1週間目ぐらいかな、先輩からね、はい、おしまって一緒に席ついてね、一人で初めて席回りするようになって、はい、席ヘルプでつきました。そしたら焼酎のハーフ、はい、焼酎ハーフ、はい、あれをたまたま男性客だった、はい、たまたまついたお客さんは男性、ね、男のお客さんで、そのお客さんに焼酎のハーフを、あれを一人で8本ぐらいさせられて、もうベロベロ。暴れん坊からのも暴れん坊なの。でからのお腹に穴が開いた、穴が開いちゃった。もうそういうことばっかりこうなのね。ばっかりこんでね。えげつないね。こうはない、なんかない。僕、あ、でも初めてホスト始めたのが19なんですけど。19だね。まあ、それやっぱ
20歳なります誕生日おめでとうっていう時に本当にもう飲まされすぎてなるよ。でもなんかタクゲロしたらしいですね。はい、タクゲロはね、もうタクゲロしてもそこから記憶なくて、でもう気づいたら夢の国で、寮でゲロまみれで寝てたっていうね。汚いね、はい、やばめだよそれは。はい、っていうよくある新人話みたいな感じなんですけどね。まあでもやっぱね、やっぱ結構飲み、やっぱ飲ませるよね。飲みはね、まあね、お酒慣れるまで大変でしたね、やっぱね。ホストを始めたての頃はね。ミツさんはなんか今は幸せですかっていうふうにさっきコメント来てたんですけど、そこから比べたらどうですか。お前は幸せなのか。今どうですか。今幸せレベル言ったらどうですか。幸せなのかフラッシーなのか教えて。フナッシー。それフナッシーだよ。レベル的にフナッシーだよ。いやまあ幸せなんじゃないんですかね、まあ、その時の環境に比べたら。そうね、まあそうだよね。まあでもうちに働きやすいですからね。そうだね、働きやすいね、うちはすごい充実してるよね。楽しいです、人数が足んないから従業員もいっぱい募集してるんだよ。お、でもこの中で一番酒強いのは誰？しののめみくかな。みくさんじゃないですかね、やっぱね。いやでもそれは、その、本当にコート一緒で、バースデーの時にね、はい、もう本当、すげえ飲んで、記憶なくなったからね、俺ね。あゲロ、 ゲロまみれでグアム、ゲロまみれでグアム、ゲロまみれでカツラもどっか切っちゃって、イガグリ坊主のまま食わみたいな。ちなみに燃やされてます。燃やされてます。それえぐいね。なかなかレベル高いけどね。すげえ燃やされてます。それ普通にいけますよ、それ。あ、コメントバグってる。いや、こっちは更新されてるけど、はい、こっちは更新されてない。あ、でもちなみにね、どんな新人を可愛がりたいって来てるんですけど、え、これはどうですかね。可愛がりたいっていうのはどんなね、これやっぱね、まあそう、まあ一番はね、やっぱ元気があってやる気のある子ですね。元気やる気、そうね、元気やる気、ハッタリ、イガグリ、イガグリって聞こえて、新人かわいい、イガグリ、元気やる気、新人ね。いや、イガグリこれ悪意あるの。うちもね、やっぱ今はイガグリは悪意あるの。どんな新人でもね、身内だもん。まあどんな新人でも別にしっかりしてればいいんじゃない。そうね、まあ人としてのね、人としての常識があればいいんじゃないですか。これであれば全然誰でもウェルカムですよね。そこね、そこはちょっと生意気なぐらいの調子いいよ、それです。どんなお客様が接客しやすいんですか。いや、どうなんですかね。別にどんなお客さんでも別に接客しやすい、しやすくないとかじゃないんでね、やっぱね、どんな女の子でも。そこはあ、そうだろうね。お、よく似合う。どんな、いいから大丈夫よ。全然、誰でもね、誰でもウェルカムですけどね。誰でもウェルカムだよ。うん、やっぱハートなんでね。ハートだよ。やっぱハートだ。やっぱハートなんで。やっぱハートだよ。お、姉さん靴下かわいいって来てます。これドンキで買ったんだよ、これ。あ、かわいい。めっちゃかわいいじゃないですか。あ、かわいい。ラブリー系ですね、これは。かわいい、かわいい。はい、はい、オッケーでーす。はい、オッケーでーす。はい、終了でーす。突撃、隣の靴下。僕は、あれですね、普通に黒い、はい、別に面白くもなんか面白くなでしたね。ビクさんが、なんとビクさんが、これ、オーリーに見えてきた。あ、でもね、メガネ、今日ね、メガネってなんとね。メガネだね。メガネ、はい、メガネブラザーズだね。メガネ会社の人だ。メガネのパリミッキー。回し物です。回し物です、はい、メガネブラザーズ。こんな店員さんには買えません。いや、ね、じゃあ、ミクさんがメガネ屋さんの店員だったら、もしもメガネ屋さんの店員さんだったら、じゃあリュウガさんがあのお客さんでやってください。俺が、はい、いきなりの企画です。俺が何、はい、もしもミクさんがメガネ屋の店員だったら、はい、店員さんで、あ、じゃあウィーンからやってください。ウィーン、あ、ちょっと待って、ただいま。いらっしゃいました。もうこの時点で滑って分かったじゃん。はい、すいません、滑るの分かってんじゃん、はい、もうこの時点で滑るの分かってんじゃん。みんな滑るのは酔ってるから、いやもうみんなベロベロですね、これね。はい、みんな酔っ払ってます。イエーイ、ぶっちゃけちょっと
自分で何喋ってるかもちょっとよく分かんない。ちょっと待って、俺新しいあだ名ができた、はい、モーリーミクだ。モーリーミクちょっと名字みたいな名字みたいな指導の中から変えようか。モーリーミクさんどうですか、そこんとこ。モーリーミクさん、はい、でも俺僕でいいですよ、はい、いろんな名前があってもドンとモーリーミクだ。え、こ、はい、の話、詳しく聞かせてもらいたいんですけどね。はい、ということでね、はい、カラスもね。ということで、ちょっとね、MC、リュウガさん変わる。助けて怖いよ。はい、ちょっとね、よし、じゃあ帰ろうかも。そうですね。あ、もう30分経った。よーし、よいしょ。はい、いや、それでは、はい、司会を交代させていただきます。あー、そうね、じゃあコメンテーター、一式、ありがとう。MC、レガさんです。メガネ取りあれちょっと待って、メガネトリオになる。メガネトリオですね。メガネトリオになる。今日のゲストの皆さんです。どうも、いやいやいや、メガネトリオです。どうも今が噂のメガネトリオです。はい、どうも。今、まあ、はい、時代を先取るメガネの三人衆ということで、はい、はい、ということでゲストの皆さんなんでね、よろしくお願いします。ゲストマンお名前教えてください。ウォーリーコーです。ウォーリーコーです、はい、はい、よいしょ、よいしょ、はい、次、君、はい、前歯が出てる君と前歯が切られたくないと、ウォーリーミクです。どうも、はい、すいません、ウォーリーミク、はい、はい、じゃあそこの怪しい不動産屋さんの下、はい、怪しい不動産、ウォーリー龍が、ピャッ、はい、よいしょ、よいしょ、ね、あれこれ落ちなかったね、これ。はい、落ちありません。落ちなかったから、あるの落ちんじんって。トリプルメガネ。じゃあ3人に聞きたいんですけど、メガネの思い出を一人ずつお願いします。どうぞ。おー、そうね、メガネの思い出ね、はい、そうですね、新曲も発売するからちょっと待ってね。僕CM ですか、これ CM 行きます。え、CM 新曲って言ったんですよ。まだ CM じゃないですね。あ、まあ CM じゃないですね。はい、とっとと喋ろう、お前。僕メガネの思い出は、普通にご飯食べてて、やっぱ僕カラコンしてるんで、ちょっと目乾くなー思って、目薬さそうと思って、これレンズ入ってないんで、このまま目薬刺したらめちゃめちゃ周りに笑われたってことですね。これみんな3人とも、はい、レンズ入ってません。本当にね、ピョンピョンピョン。メガネトリオはね、メガネトリオスタイルです。そう、はい、レンズレンズは入れません。レンズいらないから。だから女の子と喧嘩して目つぶしされた時にそのまま直に入ってます。直に直通です。だから喧嘩したら行っちゃってください。全然ガツガツついちゃってください。なんでそのメガネ選んだのか。これは CM じゃないってか。あ、そう、 CM、 じゃあ行きましょう。じゃあメガネトリオか。メガネトリオで、はい、そうですね、はい、じゃあ、メガネトリオの、3人で、はい、お願いします。歌番組とかないですか。今日歌番なんで。歌番組やけどな。じゃあリーダーが、とりあえずメガネトリオしっかりせえよ、早くしゃべれや。CM いっちゃえ、ラッパのことを考えて今僕はしています。でもね、筋でラブできるってだけじゃないから。終わらないラクニマクリスティ、寂しさをでなぞるよ。土曜はクラブバール、7時、今夜好きなの。深夜3時半からお送りする原始人とカラスくんのみたいな仲間たち。イエーイ。本日のゲストはメガネトリオの皆さんに来ております。どうも、どうも、どうも。みんなイケメンです、ね、メガネトリオです。はい、歌舞伎町のクズの皆さん、どうも。はい、言うね、はい、今日ぶっ込むよ。はい、MC じゃなくなったらぶっ込むね。ちなみにこの3人の中で誰が一番メガネが似合ってるか。あ、それ聞きた。ちょっと教えてください。お願いします。メガネじゃないし、あ、俺ありがとう、本当に。お前仕事できる。今ちょっと質問違うから。そう、俺ちょっと司会者だから寂しかったけど、お前正解。そう、わー、やばいね。真ん中、ミクさん。あ、ミクさん人気ですね。や
まあ、メガネやっぱメガネに対して熱い気持ちをかなってほしい。メガネちょっととりあえず一人ずつあのアップでちょっとお願いします。あの自己紹介お願いします。アップで、うん、俺のアップでいいのかな。チェルト、甘い言葉を一人ずつ言ってってください。お願いします。甘い言葉を、はい、砂糖あ、違う、違う、違う、甘い、入ってください。お疲れ様でした。はい、次、ボーリーミキさんどうぞ。お願いします。面白い、面白い。甘い言葉、甘い言葉で一緒にメガネ焼いてメガネ選ぼうね。甘い、もう帰れ、これ甘い。じゃあ次3人目、はい、不動産屋さんお願いします。塩それがしょっぱいやつ。しょっぱいやつだからは、すいませんでした。はい、あ、もう切り替えでお願いします。はい、本当にすいません、クズどもなんで。はい、一番のクズどもはあの僕らでした。ごめんなさい、はい、でした。はい、クズでーす。はい、これね、視聴率悪いです ねこれは。そうですね、はい、あ、じゃあシュガー&スパイスって言ってってことなんで、じゃあレイヤーさんにこれ言ってもらいましょう。これ何シュガー&スパイス分かんないですけど、シュガー&スパイスシュガー&スパイス、よっしゃよっしゃ、君の胸もスパイススパイススパイシーよ。あ、でもノーメガネ君一番どこに来てますよ。ノーメガネ、はい、ありがとうね。ノーメガネってノーメガネやね。僕はメガネかけない派なんで、サングラスはかけるけど、むしろレイヤーさんメガネ嫌いですから。僕嫌いなんで、かけないです。レイヤーさんのアップはあるじゃん。いや、僕はいらないです。はい、ノーメガネ推しだって。ほら、お店に来たらドアップで喋ろう一緒に。そう、やっぱ生が一番。生が一番なんね。生生生生が一番。やっぱ生が一番スパイシーですからね。そう、生がやっぱ一番生がやっぱスパイシーですから。やっぱスパイシーでやってくれるからね。やっぱ生が一番ね。3人でなんかそのメガネトリオさんたちは3人の思い出とかなんかあるんですか。そうですね、ありましたね。ありますね。ありました。そうですね、結成して何年目でしたっけ。結成して3ヶ月です。そうです、3ヶ月、はい、あ、もう5年ぐらいかと思った。はい、あれ6年目でかと思った。7年目あの生放送なんでしっかりしてくださいお願いします。皆さん見てるんで、はい、君たちのあの、ちょっと茶番になるよ。茶番はいいんで。はい、こちらに向かってね。いやね、はい、初回は3000円です。今はでも9時まで1000円だよ。はい、9時まで、早いもん勝ちでね。初回はキャッシャーでレイヤーのエーナルって言えば1000円。ケントデリカットの真似して。ケントデリカット、あ、これ、はい、ミキさん得意やん。これミキさん得意やん。これちょっと待って、誰だよ、とりあえずケントデリカットであるやん。あーみたいな、こういうやつですよね。でもこれメガネレンズないんで。あの、レンズないです。レンズないです、全然いつでもこいつら3人には目つぶししてあげてください。はい、あの、待ってます。初回で俺らに目つぶししたら、あの、初回無料です。はい初回無料とかできたらだけどね。ねえ、なかなかになるんでね。回すよ、反射神経いいよ。ピャンピャンピャン。キャッシャーは、あの、入り口入って、あの、レジみたいなところですね。はい、セットは店じゃない。セットは店じゃない。ん？なんだろう。ヘアメイクスタジオ。ヘアメイク。ああ。あれ？皆さん今日も持ってますからね。緑。青。初回ついてくれますかね、皆さんは。写真指名してくれたらつきます。お、写真指名してくれなかったらつかないです。つかないです。はい。ということで、みんな写真指名してください。お願いします。青ね。お待ちしております。緑。オレンジ。おめえらの茶番いいからもう喋れよお前。働く以外、働く場合それは自腹かって聞いてます。あ、ヘアメイクですか。ヘアメイクは自腹です ね。でもちょっと店からも出ますね。半分ぐらい出ます。そうですね。この4人はナンバーフォーまでの人がいるの。まあそんな感じですね。はい、そうですね。そうです。はいはい、ナンバー陣来ました。はい、うわっ、イエイイエーイ、愛の橋。多分視聴者はこいつらがナンバー陣。なんとか夏子さん行くのやめようかみたいな。
思わないな思わないから。お願いな。なんか部屋赤丸急上昇ダッシュ。ヘアメイクやたらこうやたらなんかセットはいくらですかみたいに聞いてくれ、まあ、セットはいくらぐらいですか。1000円負担ぐらいですね。1000円ぐらい、1500ぐらいかな。はい、天気は、月曜日です。月曜日です。はい、でもちなみにどうなんですかね、月曜日休みのお店も少なくなってきましたけどね。そう、長崎金曜日が休みとか。あ、金曜日多いね。どうなんですかね。ナンバーワンねやさんです。よいしょ、はい、怒ると怖い人は怒ったら怖い人。でもみんな怒ります。怒らないですよ。怒ったことがないね。怒ったことがない。怒るっすか。怒られたらね。怒られたらやめろって。やめてくれよ。怒ると怖いのは龍河じゃないって来てますけど、龍河さんどうですか。怒ったことあります。いや、怒ったことないんだよ。人生一度も怒ったことない。よく生まれてきてないからね。ロッカールームで罵声が聞こえるから大丈夫。いやなんかロッカーへこんでましたけど大丈夫ですかね。ロッカーベコベコの音でしたけど。はい、怒ったことないね。ネクタイ頭に巻いてね。あ、連夜くんって佐藤歩に似てる。あ、なんかメンデックしてくれよ。メンデックの人っすか。一緒にすんなよ。いや、あの佐藤歩がレアさんに似てるんすかね。やめてくれ、ね、逆にね。勘弁してくれよ、ね、この、ね、駅の壁剥がしてる龍河さんみたいな。誰やるよ、お前。駅の壁剥がすなよ、そんなことやるの。お前器物破損やぞ。ダメ、言っちゃダメよ、ほんとベリビリビリビリやってる。龍河さん、俺は言ってないですよ、その話。俺は言ってないですからね。またなんでそれ言っちゃったの。いや、それは俺じゃないですから。トラック持ち上げてる龍河さんも見て、お前スーパーマンだな。怖っ。なんかそういう、ピンク、オレンジ、黄色、緑。あれ。で、俺の気持ちは。俺の気持ちは、マンチョ。はい、ムム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 ジョンカビラ。ジョンカビラです。ジョンカビラ。カビパラカビパ。太陽さん毎日いますか。太陽さんはね、たまにかな。たまにいます。たまにだ。はい、たまもこっち。あ、こっち。たまれち。はい、お、よいしょよいしょ。でも、あかりし進が一番かな。バカ野郎。もう来た。これ書いたのレイチュですかね。あかりし進が一番かな。レイはね、潰れてます。はい、龍河さん一人で星座館支えてるんすか。ダメよ、これ身内だ。ダメよ、これ身内だ。誰やよ。大黒柱。星座館の大黒柱。じゃあ役職は明日から大黒柱だって。陰の支配者だね。ダメよ。ナンバーワン月収1000万ぐらいですね。はい、軽くね。軽く1000万です。1000万ぐらい。はい、それですね。リン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 って。あ、接客の感じをお互いにやってほしいです。だから店こいつね。いや、そこはね、だってやっぱね、俺で見せたらつまんないよね。やっぱね、人それぞれ違うんだね。店に来いよ、はい、店に来てからすぐに教えるから。はい、ね、力持ち、力持ちですね。まあ店に来てから力持ちってね。ねあら、おっぱい揉むときも力持ち。あらキャッシャーで、まあキャッシャーでこの3人の誰かに目つぶししたら紹介もよ。目つぶし、めつぶし。この3人でキャッシャー目つぶししたら初回無料にします。みんな目つぶししてください。できたできたらだけどな。できたらだけどな。そう簡単には目つぶしさせないけどな。かわすで、かわすかわす。ガチでやられたら面白いよね。ペッ、はい、発見っつって。ちょっとガチでやられたらちょっと怒っちゃうかもしれない。怖いね。ちょっとね、そしたら怒る姿も見れるかもしれないんで。そうだね、初めてのね、生まれて初めての怒る姿ね。初めての龍河のキャラがすごいとんでもないことになってる。この間龍河さんがトラックに行かれそうになった子犬を守ってトラックぶっ壊したみたいな。あれ、なんかそういうなんかアメリカの映画のスーパーヒーローみたいな。SF のヒーローの黄色系だね。トランスフォーマーがなるんだよ。パパパーン。なんかお店の名前出るよ。はい、ねえ、いやでも龍河さんね、でもそんなことありません。日常茶飯事っすもんね、結構ね。龍河の放送する動画を電車の中で見たら恥ずかしかったね。おい、電車間違いない。龍河さんの好きなジブリって何ですかね。カメラの向こうのみんな、ジブリ何が好きか教えてよ、ジブリ。俺、はい、俺カメラの方。はいはいはい、ウケる。はい、結果で結果。はいはいはい。撮ったの。撮ったのね。皆さん、ジブリ何が好き。いや、俺興味ないね。あ、興味ないね。インク、オレンジ、黄色、緑。
ぞ。風に当たりや、ナウシカーンかはい、すいませんでした。申し訳ないです。ちなみに、耳を澄ませばっていう。あ、いいね、耳を澄ませばね。いいですね。もう、ちょっと。耳を澄まして、龍河さんのトーク聞いてください、今度は。善と白、もののもの。じゃあ、皆さん、耳を澄ましてください。はい。エコーが効くんで耳を澄ましてください。お、じゃあ耳を澄ましてはい、龍河さんの龍河の好きなジブリは。お、俺の好きなジブリは、エコーが、はい、エコーを出してくれてる。そんな龍河さんの好きなジブリまで3、3、2、2、1、1、あよ風の谷のナルシカガガガガガン。エコー、はい、どうぞ。オレンジ、金の、緑、どの色も、ぜひ、私はね、三菱。はい、というわけでね、こうなることは分かってたんですけど、ちょっと、振っちゃいましたね。ちょっとね、でもこれがね、まあ、龍河さんの醍醐味でもあるんで。ガチの上の。ベリーの電気は裏で龍河さんが発電してる時。どこの風の噂でそんな。え、電気発電してるの龍河さんですか、もしかして。ブルル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 緑、青色、マーチョ、竹の上のマーチョ、竹の上のマーチョってなんだ。ちなみに、メツムシ決定してもメツムシ決定はい、メツムシされちゃいます。全然されたまでやってるけど、店に来てね、お願いします。まあでも、可愛いって来てるんだね。あ、可愛い、嬉しいじゃん。崖の上のリュウガさんね。股の上のリュウガ。でも、どちらかで言ったらね、股の上のバン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 。でも、どちらかで言ったら、今の今の空気も崖っぷちの龍河さんみたいになってますけど、崖っぷちの龍河さん。今の感じの崖っぷちだね。めっちゃ毛だらけなんだけど。助けて。あれ龍河さ、ナウシカ出てなかった？あの未完成でレーザーみたいな。はい、お前誰だったの？お前レーザー吐くすごいな。レーザー、レーザー吐く。あれだ、あれですよね。巨神兵みたいな、巨神兵じゃないですか。ベーン、ベーン、ブルル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 これ結構あれでコメントしてくれるみんな面白いよね。面白い。逆になんか僕らよりも全然面白いんで、もっともっと欲しい、もっと欲しい。ギャグ性高いな。いやー、さすがですね。みんなありがとうございます。ありがとうございます。ほんとにいやー、もうどん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 答えていくんでね、僕らは。なんか全然恥ずかしいこととかも答えていくんで。全然いいよ、そんなね。ああ、めっちゃおもろい。 LINE、 LINE、 LINE ID、 レイヤーさん出てますよ、これね。お店で教えます。はい、これね、はい、壊れたら壊したんだろ。壊したね、星狩り。いや、もうここ星狩りしかいないんだね。そうね、星狩りのね、メガネ取るようだから。役職ね、教師ね。ぜーん、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 レーザー入ってください、レーザー、レーザー入ってくださいよ。レーザー、レーザー発射。パン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 。視聴率下がるな、おい。やばいやばいやばい。あ、でももうちょっとで5000いきますけどね。5000、もう今4500いってるんで。もっとだ。はい、もっともっと来いよ。え、ちなみにボーリング上手かった人はね、どうですか、ボーリング。え、スコアちなみにみんなどんぐらい出しました？80。俺は80。俺いくつだ？あれ120ぐらい。パン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 。今日調子悪い。俺兄弟理想、おめえ穴兄弟。イエーイ。穴兄弟が送るメガネトレマヨさんでした。どうもメガネトレマヨです。いやー、どうもね、穴三兄弟です。原始人フューチャリングメガネトレマヨだ。これはどの穴にしようかな。ねえ、どのどのどの穴がいいですかね。どれにしようかな。え、リュウガさん眠ると世界夜になるんですか？リュウガが眠るとね。え、これ続きますね。世界も眠るね。ジブリ続きますね、これね。ジブリがやばい。やばいね。いや、なかなか、でも今日ね、今日見てくれた方はね、このね、いやもうね、当たりです、これ。当たりの回で。当たりの回で。はい。当たりの回。本当に当たり？もう多分この組み合わせが多分ないかもしれないんで。もう多分ないです。はい。この組み合わせで出てもこのテンションなんだよ。今日割とみんなでテンション高いから、高めだよね。はい、結構頑張ってるよね。結構ね、もう結構強い。
みんな身長何センチ？ね、みんな龍がだけ一番でかいからね。みんなでかい。龍がでかい。俺巨人だからまず問題なんでしょ。巨神兵さん、あれ巨神兵さん、巨神兵、巨神兵、ざっと5メートルぐらいですよ。 CM みたいなんだね。じゃあ、はい、CM コールの方ね。じゃあ巨神兵、巨神兵、巨神兵、神兵、巨神兵、巨神兵、巨神兵さんからね。危ないな。お願いします。そんな右左、あ、間違えた。右膝、左膝、ドドドン、ドドドン、CM だよ。マンチョ、マンチョ、マンチョ。プラスレッドブルを超える大人気ポピュラードリンク、二日酔いがなくなる。お酒が1杯しか飲めない人が5杯は飲める。30分でアルコールチェッカーがなんと 30% 激変。普段はお酒飲まない、でも今飲んで酔っ払っている状態なんです。何ですかこれ。あ、本当ですか、はい、助かるんですけど、めっちゃ酔っ払ってるんです。飲みやすいですねこれ。美味しい。あんまり美味しくないイメージだったんですけど、これめっちゃ飲みやすいですね。え、こんな下がったんですか。30分です、はい、え、すごいですねこれ。これぜひうちの店でも取り入れたいです。今までのものとは次元が違います。ぜひ一度お試しください。うわ、めっちゃやばこれ。やっべぇ、やばっ。うわ、え、アルコール度数下がりましたこれ。あ、もうめっちゃ下がってる。やばいね、これ、セキュリティ。ちなみに味どんな味なの。これね、ちょっとフランスや。はい、いきます。いやね、カラス、カラスごめん。カラスごめんじゃないですか。カラスごめんじゃないですか。カラスくんの存在忘れてた。いやねえ、はい、ちょっと怪しいドリンクになりましたけどね。 すごいね。はい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 、カラスカラス取りましたよね。お前邪魔だ。やっぱガタやっぱりカラスいらなかったですねこれね。午前行きましょう。よいしょ。はい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 。ショケや、そう。ヒエー、そこそこ兄弟、アナ兄弟、俺らメガネ三兄弟。おめでとう。あれ、バカ野郎ってだめ。バカ野郎って。二兄弟。はい。いやね、はい。五千週バカ野郎この野郎。バカ野郎ってだよお前。すごいね、五千いったね。ね、いきましたね。いやでも僕らね、テンションだけでやっぱここまでたどり着いたみたいなことあるんでね。はい、本当に。ここまでやってきました。ダンカンバカ野郎、ね、ダンカンバカ野郎って言うの。ダンカンさんありがとうございます本当に。ああ、ね、いやジブリで飛びましたよこれね。そうだね。多分これね、あの龍河さんのおかげかもしれないですよこれね。もうすべて俺のすべての出し切ってます。巨神兵、お前これやばい、紹介お前めっちゃ来るよこれ。ねこれやばいぞお前。龍河さんの好きなジブリは風の谷なんですか。よし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 やばね。ああ、緑、黄色、ファーン。それ思ったより多分受けてないから。自己満足。自己満足だね。いやでもこの時間どうしてもね、まあ、こういうテンションになっちゃうんだね。そうね。やっぱね。もう4時だからね。いやね、ちゃんと4時まで起きてこうやって見てくれてる方々、ほんとマジ感謝っすね、ほんとね。今日もめっちゃ店忙しかったから、これ。顔は濃いけど中身薄い。これバカヤロってんだよ。おいあれこれは聞いたことあるね。何言ってんだよ。聞いたことあるのこれは。これ聞いたことある。これなんかね、あでもね、
あ、電車の中で龍河さんの CM 見たは私のおかげだ。イエーイ。いや、あのね、あなたのおかげ。その通りだ。あなたのおかげ、はいね、あなたのおかげ、はい、いや、本当に多分ね、いや、なんか僕らっていうよりね、やっぱみんなコメントしてくれるので、やっぱそれでね、はい、盛り上がって伸びてる部分あるんでね、本当にマジ感謝ですね、本当に、はい、うん、ね、いや、皆さんのおかげですよ、本当にね。いやね、本当にちょっと綺麗にまとめるね。すごいよ。いやね、ちゃんとカラスさん拾ってくれた。そうですよ、まあ、我々ね、はい、カラスさん、カラスさん、はい、ちょっと、ちょっとね、あら、かえってたかわいい、これ、カラスさんにね、これ、はい、あらー、餌あげるんだから割れてるけどね。パクパクパク、あちいよ、パクパクパク。だよ、もう誰だよ。ほんとね、カラスのおかげです、ほんとにね、カラスさんね、カラスさんと皆さんのおかげなんでね、レディーで待ってるよ、レディーでね、レディーにカラスさんいないかもしれないですけどね。そうね、カラスはいないけど、カラスはいないけどね。でもね、でもレイヤーさんがカラスは白って言ったら白だから白ってね、やっぱね。この間 YouTube で俺とリュウガの売り上げバトルの動画削除されました。なぜですか。最悪だぜ、アクセス数8000くらいしたんや。おもろかったんですけどね。面白い。でもう一回ね、アップしてね、もう一回その頼んでいたアップしてで、それでね、アップされたらみんなもそれ見てもらって、そうね、またここでそれについて話す、話すって言ってね。分かりました、分かりました。みんなつけられたミスアンパンマンのお前知ってた、ミスさんアンパンマン、ハワイさん無茶ぶり、最後の最後で急に無茶ぶりきた。いやねー、やべ、もう、はい、ネタがなくなっちゃった。そんなミクさんの、はい、アンパンまでサザンギリギリあいよアンパン。はい、すいませんでした。はい、とりあえずね、次、やれよ、お前もミクさん、席ついた時はあの、ぜひあのアンパンチ食らわしちゃってください、本当にね。はい、アンパンチ食らわしちゃっていいから、ミクさんにアンパンチ食らわした人は初回ただ。おい、今のは恥ずかしいわ、言うな。ミクさんにミクにアンパンチしたら初回無料ということで、はい、無料ですね。指名料も無料です。指名料無料です。全額したんです。セットも無料です。はい、セットも無料なんで。全部無料です。はい。全部無料で。全部無料です。はい。いやー、あ、でも可愛いとこ着てて、ちょっとね、羨ましいですね。羨ましい。なんか可愛いって。こんなこと言われたことないな、ほら。イガグリ起きてるってすごい悪意しかない。これ絶対もう身内なんだけど。あ、メスさん、こう。来ました、あの、こいつよ。バカバカバカ、ブリ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 。最後じゃあラストアンタって終わるか。じゃあ。いや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 。え、今声聞いてすーごい枯れてるから今日本当に無理だ、ね、ラストを歌って終わろう、はい、じゃあまだの時間も時間なんでね、ラストだな、はい、よっしゃ。え、みっちゃん本当にいい、本当にいらないよ。本当にいらない、ね、ガチ無理無理無理だよ、無理だって、無理無理無理、みんなで歌うんだ、パーだよ、ね、じゃあラストの時間です、ラストだな、はい、よし、はい、いやー終わるの悲しいな、これ、悲しい、悲しい、ね、悲しい、いや、すごくない、や5200だって、すごい、5200だって、はい、はい、欲しいよね、欲しい、これ間に合いますね、これね。あれ、間に合う、はい、次やばい、いやね、いや、まあこれもう歌いながら、もう歌いながら行っちゃいましょう、これね。ヒョヒョ調子はどうだ俺の兄弟からOKあ、もう終わりじゃん。あ、終わっちゃう。あ、みんなありがとうございました。バイバイ。ぶっている感覚に投げかけるすべもなく、黙り込んだことにされ、何回目の錯覚だ、笑って先まで使い込んだ仮面をやめ、落下に紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なほど溺れているんだよ、息もせずに壊れてゆくこの街で僕らは、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。